と、これは一応最大のポイントなんですけど、ワンシーンワンショットじゃないっていう、実は。まず、ですね、まあ、60分前後にあるところがありまして、ここ完全にこれは、いわゆる、わかりやすくモンタージュになってます。いわゆる、一つのシーンの中でアップがあります。はい。あります。これはもう、決定的に大事なシーンですね。そうです、はい、大事なシーンですね。はい、これ何かがあったはずだっていうふうなことを確実には、まあ、映画理論的にもわかるんですけど、多分見てても、あれ？って違和感を感じるはずなんですけど、はい、それまで基本的には、まあ、脚本上でいうワンシーン、ワンショットで繋いでるはずなのに、ここは、あれ？同じシーンの中で完全にアップが出たなって思うところで、ここすごくもちろん大事なポイントだし、これが、ここがあるから、この映画すごい大事なんですけども、それと、この2つですよね。この2つは、実はさっき の部屋から部屋に行く、まあ、これ曲がるところなんですけど、はい、ここもシーン的に言うとワンシーン、ワンショットではありません。これ場所が変わるから、シーンブランカーだと、変えてあるんですけど、実はちょっと違和感があるのは、他のシーンは全部時間と場所、空間が飛ぶんですね。つまりあるシーンが終わったら時間と空間があって別なところですけど、はい、ここはつながってます、はい、つまりある、まあ、これは家の中でダイニングから廊下に、まあ、玄関の方に行くっていうつながってる意味での、はい、シーンが連続してます。これシーンが連続してます、はい、でこっちも会社の中で廊下から、はい、まあ、廊下から遠くへ行くし、はい、でここもこの2つだから同じ実は動きしてるんですよね、はい、実はね、はい、でここは完全にアップというですね、はい、まあ、いわゆるモンタージュによるつなぎになるんです、はいはい、でこれはやっぱりこの3つとっても重要な映画の中でものすごく大事なキーとなっているポイントです、ね、つまり今 のアクションもそうなんですけど、これはまあ、いわゆる、これぞまさに演出によって大事なポイントが分かるっていうか、ここが大事なポイントになってるんだってことが分かるっていうところなんですよ。でこの間坂本さんの話は、これはこの特にここは分かりすぎないかなって怖かったっておっしゃってましたけどね、はい、本当に実はここだけ明らかに異質なので、やっぱりでもどうですかね、皆さんがこれから見る人も YouTube、 僕が言っちゃうとあれだけど、これだからここが絶対ここで気づかれちゃうんじゃないかなっていうところが実は怖かったっていう。そうですね、物語自身も本当に何ですか、まあ一言でよくできているし、なんですか、ね、単純に物語ってとってもなんですか、ね、はっきり言いますけど娯楽作なんですね。娯楽作だと思うんですけど、娯楽映画の物語なんですけど、撮り方が本当にだから普通ではないんですよ。でそれを物語だけに頼らずに、さっき言いましたように映像でどういうふうに語るかでその物語を語ってるんですよね。さっき言ったその、まあ、編集、いわゆるこうショットのリズム、それから構成のリズム、それから今言った動きが何かを象徴したりとか、それからモンタージュに大事なところで逆にほとんどの箇所がカット割れて、あるところだけ割ってるとかっていうふうな演出によって何がこれから起きる、もしくはここが大事、ここを見てもらえればここを記憶していただきますっていうふうに語ってるので、映画ならではの興奮が確実に味わえる映画になってるんですね。ありがとうございます。で、うん、これが冒頭の一連です。これはこう縦の上から横の上に行くと、これ素晴らしいカット割りだと思ったんですけど、うん、で今度こっち側に行くんですね。で今度こっち、ここ本当に最初見ててどこを見ていいかが分からなかったし、これかなり逆に意識されてやってるんですけど、普通だったらまあ、ここに、すみません、前とここに綾子いるんですけど、いいんですけど、もうちょっと分かり、綾子はここにいるって分かりやすくどういう人をわざとやってないんですよね。ここは面白い。で、ここね、ここなんですけど、ここ曲がるんですよね。そうすると、ここにいるんです。という。皆さん、プロジェクターの画質の問題かと思ってるとそうではなくて、これぐらい見えないんです、ね、2人は主役なのこの2人の顔がものすごくはっきり見えると、もうかなり後です、実を言うとこれぐらいです。多分劇場でも、まあ、
ですかね、まあ、ちょっとこれよりはもう少しあのいいプロジェクターになると思う。まあ、でも倉さんはそうです。倉さんこれぐらいで大抵こんなもんです。そうです。これ、ね、この2人がまずあの梅野さんと松岡さんの2人の女優がどっちがどっちを認識するのか結構時間かかります。でこれはもうかなり監督がもう最初から意識的にあのまあ言っちゃうこと 潰れてもいいんじゃないですか。潰すつもりっていうか、まあ、潰すっていうか顔を潰いわゆる顔を消すっていうんですけど、つもりで撮ってるなっていうところと、これ実はこの辺はもうあの散々散見するんです。普通もうちょっとメイクの人に顔を見えるように髪を上げてくれとか、まあ普通のやつは言うところをもう全然髪がこうかかってて横側が見えないとかですね、ここに障害物、机にここに障害物があるので絶対顔が全部見えないんですとかっていうことをかなりあのそういうショットがたくさんあります。はい、普通はまあ女優、まあ、俳優、主役とかの顔っていうところを特にまあ、あの撮る、見せるっていうところに意識が向くんですけど、そっちの方に監督の場合、まああの僕これ 逆に意識をそっちに向けないっていうか、意識的にそっちを避けて撮ってるっていうところがまず大きな特徴ですし、あと僕はこれ監督に言ったんですけど、このカメラポジション、まあ、これも まだいいもんですけど普通より高いなっていうのを僕は言ったんですよ。はい、もう少しだからあの普通だったらもうちょっと落とすっていうか、はい、ですけどちょっと高めなんです。どのショットも基本的にはだからあの食事のシーンとかで若干僕はその美しい構図としては違和感がある、はい、そうしてないからあの意識的なんですけど、はい、もう少し低かったらこの絵ってあのもあの絵としては収まりがいいはずなんですけど、はい、意図的に高いんですよね。つまりあの絵として言うと、まあ、予告でも出てきたんですけどテーブルの表面が見えすぎるんですよね。はい、もう少し低い方が絵として収まりやすいんですけど、はい、それもわざとやられてるなと、はい、まあ、これカメラマンの方も意識されてるなと思ったんですけど、はい、そうするとどうなるかというと非常にまあ簡単に言っちゃうとあの客観ショットにものすごく客観的なショットになるってことなんですよ。あの誰の目線でもないとか収まりがいい絵じゃないので参加の目線でもないので、はい、このショットって どの目から見たらいいかわからない、非常に客観的、このショットも典型客観的なショットだと思うんですよね。はい、だって主役の子は見えないんですから、はい、2人とも、しかも構図的にもこの2人この位置からっていう感じなんですよ。もうちょっと本当はもっといい、本当に言っちゃえばあのもっといい絵といい絵といい位置があるんですけど、はい、ほとんどのショットが実はこの映画ってこの映画の中で実はかなり意識的にそういう風に配置されている、はい、いろんなものが、はい、でもそれはあの、まあ、あの三石さんが最初ほとんどです。三石健さんがあのお父さんの、あの、ね、まあ、梅さんお父さんに言うんですけど、ほとんど最初顔は見えないから、見えないっていうのはどういうことだって、後ろ姿で電出てくるんです。後ろ姿しか見えないっていう感じで、いつになったら三石さん顔をこっち向けるんだっていう感じぐらいに思うところとかも含めて、これはもう顔を見せないっていうか、そのかなり冒険だと思うんですよね。これっていろんな意味で映画を撮るときに、でももっと言うと女優さんとしてもなんかこうどう思ったんだろうなと思うわけですよ。普通に考えると、だからそれはあの佐野さんが意識的にやられたと思うんですけども、はい、理解のある俳優さんたち良かったですねって僕は言いようがないですね。そうですね、本当に、はい、すみません。あんまり全くそれは気にならないっていうか、こんな綺麗なのにね。はい、だけどやっぱりその中でそれでありながらワンシーンワンカットってかなり冒険だったと思うんですね。はい、それは僕も坂本さんもその敬愛するアンゲロプロス、はい、テオアンゲロプロスの映画なんかは完璧なフレーミングじゃないですか。はい、だからずっと見てられるんだなっていう、劇的ですし、劇的でここで何かずれたらとんでもないことが起こりそうな瞬間があるからこそ、はい、ワンシーンワンカット長回しが生きるっていうか、長回しを見てられるんですけど、はい、長回しは普通やるとき、1分以上長回しのときってやっぱり絵に力がないとやっぱり怖いじゃないですか。はい、それを今フォアテでそれやってみたんですけど、佐野さんがそれをやらずにこれをやってみせると思ったのはどうしてなのか分かりませんけど、すごいことだなと、それはすごく、まずそれはすごいことだなと思いました。ありがとうございます。